アンビルはカナダ出身のヘビメタルバンド。スティーブ・クドローとロブライナーが1978年に結成し30年以上にわたり活動を続けている。彼らの演奏は多くのバンドに影響を与えたとされている。かつてアンビルのローディとして働いたことがあるサーシャ・ガバシは2005年に彼らに再びコンタクトを取り、彼らのドキュメンタリー映画を撮りたいと要望した。 二年間に及ぶ撮影の末、映画は完成し2008年に三段ンンス映画祭で特別上映された。日本では2009年10月24日の全国公開に先立ち、同10月20日にゼップ東京で一般向け試写会が行われた。本編上映後、スクリーンの後ろにメンバーが控えていて演奏を始めるというサプライズがあり、メタルオンメタル、 フライング・ブリントを演奏した。前日の通り、アンビルの演奏は、後年に活躍するヘビーメタルやハードロックの音楽家たちに影響を賜えており、映画内の質疑応答では、以下のような発言がある。11、7吉祥寺クラブセアタは、クラシックソングを中心に、新旧ナンバーを織り混ぜたアンビルフルスケールショー。11、 八新宿ザーコ東京アライブ前のヘビメタナイト HM HRDJ イベントを含むアンビルベストオブベストショート。ロブのアートショーもアップトーンミュージック本社にて開催された。ありがとうございます。